セグロイナゴは、バッタ、メイナゴ科に分類される、中型のバッタ。セグロバッタとも言う。色彩や素早い行動から昔は、バッタの仲間と思われていた。体長オス約3センチ、メス約4センチ。体色は灰色がかった、薄茶色を基調とする。イナゴ科の特徴として、全胸の腹側に突起がある。複眼には6本の縦筋が走っている。 全境背面には和名の由来となった黒褐色の大きな門があり、その両側縁には単行色の縁取りがある。羽は灰色がかった薄い褐色で濃い褐色の斑点がある。この斑点は産地や個体によって差がある。自然度が高く適度に管理が行き届いた草原に生息し、やや草丈の低い稲科の群落を好む。幼虫。 成虫ともに動作は凄まじく微微小で危険を感じると草丈の高い方に飛んで逃げ込む。成虫はそれに飛翔能力が加わる。しばしばなぜか食草ではないクズや生高泡立ち草の深い群落に多くの個体が静止しているが、これは逃げ場の確保が目的であると考えられる。食草は多くのバッタ、イナゴと同じくイネ科の草本。 年に過発生するひなバッタの一カメの個体群が寿命を迎える頃、セグロイナゴの大きく育った幼虫の姿が目立つようになってくる。イナゴ科ではあるが、バッタ科のトノサマバッタ等のように、同種の死骸や衰弱個体を食べる、若干の共食いの性質を持つ。甲虫の黒ブン等と同様、昭和の頃までは全くの普通種だった昆虫であるが、 平成に入って激減した。各地で絶滅が心配されている種類の一つ。ありがとうございます。